足をほんのりともりと打ち流すのに、その油をかねて妖艶の鍋にと打ち取り、客とやつの薬草をさの葉っぱと打ち混ぜて、ほろりともりと火を出かけたスパクの油だ。いや、先生、ご苦労様だ。どうだ、売れたか。やったわ。先生、ご苦労様だ。商売になるか。寒いのでちっとも人が出ません。そうか。まあ、手出してやれ。ご苦労さんで。さあ、いいか。次はこの長いのを抜いてみせるからな。おい。いや、この時の寒さなんで、全然人が集まらないんで、勝てきてくれね。バカ野郎。そんなこと親方に決めてみろ。だって、こんなにたくさんの店ですもん。一軒や二軒を背中のが分かるもんですか。親方、細かいからいちいち勘定するんだ。かつは言いなさんな、どっちみちお前さんの懐へは見た一文入るわけじゃないし。いや、ダメダメ、ダメダメ。どうです、今日は売れましたか。軽いから人手が少なかったでしょう。いや、いいんですよ、いいんですよ。馬に払わなくたってよろしい。そんなに店が多いんだから、一軒や二軒少なくたってわかるもんですから。ご迷惑ばかりおかしい。うん、何が迷惑なもんですか。あ、そっちみち、わしの懐に自体一文だって入るわけじゃない。おお、金子さんじゃありませんか。どうも、北村さんですか。ああ、そんなところで出会いましたな。いやー、もう出したで結構。江戸詰めですか。先月、国表でましての。おお、そうですか。じゃあ、あまり遅くならないうちに回ってくるかな。じゃあ、おなみさん、おやすみ。これ、金子さんよ。あんた、かばしの中で、どう通なくしなくても、久しぶりであったんではないか。そこでゆっくり飲みながら探そう。いや、ちょっと今日は忙しい。金子さんよ。今度、浪人したからって、そう、やんでくれちゃ困るね。え、じゃあ、本当に久しぶりだったの。どうしていましたね。我々は、よく触ると、あんたの噂が出るよ。どうしているんだろう。いや、ただ、なんとなく生きていますから、ご安心ください。では、ごめん。おお、金子さんよ、金子さん。金子さんよ。姉さん。姉ちゃん、こんなに遅くなるまでどこ行ってきたの？姉さんもそのなんかって、ひろちゃん、ひろちゃんってやめてもらいたいの。なんで？ひろちゃんって言っちゃ悪いよ。だから、いつまでも子供じゃないよ。そう？ひろちゃん、もう遅いじゃないの。早くお帰りよ。ああ、変わってやすよ。昔はあんなやつじゃなかったんだが、どうにもすると、ああ、もう変わってくるかな。姉さん、まだ声も消えられないで。あ、ひろちゃん、どこ行くの？姉さん、行きますな。ありがとうございます。お、ここもない。どうかなさいましたか？ここもない。これは大変だ。ここもないよ。いけねえ。また旦那の火事だ。ああ、旦那にはかなわねえ。そんなの趣味を回って苦労するぞ。うち三遍立て続けないぜ。今度は負けませんぞ。ええ旦那、いつまでも十文二十文の勝負じゃ面白くねえじゃねえか。今度は人大きく買ってくんない。用意の金は50両、10両までの勝負ならいくらでも引き受けます。さあ旦那、買ってくんない。では1両張り合わせよう。1両さあ、お花だよ。旦那赤ちゃん、ご両にしてお返しを見ますよ。よし、行こう。うせい、追ってるし。ぐずぐずやったら、ちょっと行ってみい。旦那、どうかやってくれない。あ、そうか。旦那、惜しいことしましたね。じゃあ、一覧頂戴します。どうです。今度はこの敵石、二両と半分で。おいしなせって、もう、ころんでいくな。おい。うん。
どこ。ただな、あんな若造の言うことなんだ気にしねえで。そうです。こんな2両と張りになった。いや、一つ今度は10両と張り合いよ。10両？はい、10両。その代わり、私やがては50両でございますな。そうだな。10両張って旦那がおかしいんなら、50両にしてお返しします。じゃあ、10両お話なんですね。はい。へへへへ。ええ、見たか、こいつよ。どっかこの日だ。冷やせんじょう、酔いの塩せんには使わねえって、辛いんだ。姫たち、この旦那の爪の赤でもせんって飲んでくる。じゃあ、もう一度念を押すが、俺ら赤ちゃん、この10両の金は50両になって帰ってくるんだってな。ええ。いや、いいか。いいからやってくれ。そんなわけで、まんまついつのイカ様に引っかかりまして。イカ様氏がイカ様に引っかかってるやつではねえや。すいません。親分からおかけました50両と、足の離職に2両が止めろ。あいつ、どれ見てもかぶってきやる。だけは。出てご苦労だ。今夜は四十三件じゃなかったんですか。いやいや、42件。いや、確かに42件、間違いありません。どうしたい、娘さん。ああ、男が2回来てるってわけだね。呼んでやろうかなんて男だよ。あの、ひろちゃん来てませんか。ひろちゃんって誰だい。ひろ太郎って言いますの。ひろ太郎、聞いたこともねえ野郎だわ。ここに来てるんですけれど。よし、聞いてやろう。待ってね。誰？俺だよ。あら、あんたお帰り。おりましたら、姉が迎えに来てるから、すぐに帰るようにおっしゃっていただけませんか。なんだ、おめえの弟か。そうかい。どうしたの？歌いやってるんだよ。ああ、今夜も夜通しやるんだって。ひろちゃんって来てないか。ひろちゃんって誰のこと？あの子の弟だって2階に来てるんだよ。ああ、そう。勝手に2階上がって聞いてこないで。いいよ。俺行って聞いてみたい。おう、ヒロちゃんっているかい。あれさんが迎えに来てるって。ヒロちゃんって誰だ。あ、今夜ヒロコ来ておりませんよ。そうかい。じゃあ、行ってやる。いや、まだ来ていねえそうだよ。トラコのところじゃねえか。おまもの屋のトラコよ。知らねえのか。この地域で他にまだこんなところございますの。うん、あるとも教えてやろうか。先生、今の人誰だ。なんで知らんのか。下の姉さんのどこだよ。清美。あれが高知山当主でな。愛想の中元部屋とそのおまもの屋の裏とこの地域のドバッティはまあそのくらいなもんだよ。いや、ありがとうございます。気持ちが分かってるね。え、よく存じております。可愛い娘ね。え？あら、もう帰るの？分かった。先ほど失礼いたしました。おう、さっき親切に教えてくれたのはおめさんだったね。おなみは金が抜けたまっておりまして、お顔知らないもんですから恥かきました。何恥なもんか、おらおめに礼がいてくれない。ご冗談を。まあ上がれよ。上がんなさいよ。何て言うんだよ、おめ。失礼いたしました。わしは翔太。直次郎と申します。お見知りおしようになりました。さあ、なおか。近づきの印に一杯どうだい。ダメよ、若い人にそんなうちで飲ませてかわいそうよ。ねえ、一杯ぐらいいいや。ダメよ、ねえ。いいってことや。どうぞ。どうぞ、行けるね。ええ、一緒や、二緒なら。そいつは話せる。ま
切れた見かけによらないもんね。酒はねえぜ。いいもつけてくれ。何かしら。なきゃ酒屋叩き起こして買ってこい。だって酒屋さん二月も腹が滞ってんだよ。情けないこと言ってやら、人だるの十や二十は買っとけ。商売じゃねえか。おう。五千円。何か買い手物があるなら遠慮せずに言ってみろ。他のうちだ。何でも買ってやるぞ。あら、そう。私、羽織がもう一枚欲しい欲しいと思ったんだけど。よし、買ってやる。他にねえか。それから、奥にある茶団子ね。実は、どん屋さんから借りてるのよ。借りてるなんてケチなことを言えない。とても人手が足りないの。女の子を一人雇おうと思ってんだけど。よし、俺も買って買って。申し上げにくいんですが。ケンさん、また負けたのね。もう、全然に行かないさ。さて、これで一部ばかりお金願えないでしょうか。よし。俺らがってやる。あ、取っときない。え、そうですかい。えっと、どう、親方、すいませんでした。なんか、ありがとうございます。あんた、去年買ってもらったあの帯ね。なんだ、帯か、うん、ああ、買っちゃえ、買っちゃえ。そう。今夜は俺ら何でも買うぜ。なおさ、これから一つ中へ繰り込んで、花魁なんぞを買ってみるのもオチじゃねえか。そうですね。ご急ぎで看護に行ってほしいってこと。あんた看護だけは買わないほうがいいわ。看護はね、買わなくても乗っけてくれるの分かってる。あ、どう、飲め。こんなにおばあちゃんのいいよ。私がつけるわ。いいでしょ。やだよ。なんてこんな子供に。どう？ねえな、俺の長々こいつは制したもんだぜ。そんなに大きいよ。ああ、気合いがないなって。それなら、めんどくせえさ、これできてどうだ。大丈夫。何こいつはこれでこんなのしてて一社にしたら平気なんだ。あら、ほんと。どうね、平気したもんだ。早かった。どうだ、おめえのことは馴染みの女があるんじゃねえのか。まさかね。いや、なおさんのことはわからねえぞ。馴染みになってるね。なら、隠さなくたっていい。本当ですよ、馴染みなんて。こんなとこへ来るの初めてなんでしょ。お、なおさんどこ行けんだ。親方、俺はまだ酔っちゃいねえんだよ。さんじゃないの。やっぱりひろちゃんね。おみちゃん。そう、おみつよ。あんた大きくなったらね。すっかり見違えたわ。ちょいと、あの人驚くじゃありませんか。おみちゃんは。ええだろ。相変わらずだ。なあ、何言うのかね、だろ。それ、きっとしたのもいるじゃね。なんですよ。違うのよ。子供の時のお友達なのよ。へんまり。おいらも身受けするって言わせて。うん、おいらも身受けするといえば大した金だろう。まあ、500両だよ。あんた、あのケチンボがよくそんな大金を出す気になったな。お金ない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 。お帰り。この破れを張っておけてきたのは確か昨日の朝だってな。いきなりありません。何？一昨日の朝です。分かる。俺じゃそこにいる。え、ノリがないのか。ええ、もうねえんですよ。買いに行くのは難しくてね。ノリならわしが買ってきてろ。先生は？うん。そうですかい。うん、何がいますか。お、これは金工事。田村さんです。どうしたんですか。先夜は失礼いたした。実はこの娘に少々話があって訪れた。お話って。いや、それが弱ったことができたのじゃ。おなみさんどうかしましたか。どこにおるんですか。いや、今弟を探してくると申して出て行った。北村さん、これは一体何事です。いや、何を隠そう、天下の一大事でな。 あんたもご存知と思うが、
わしのこの刀。おお、なかなかよくできてますな。うん、竹道ですか。いや、とんでもない。これこそ北村家の宝。先君より拝領いたした村正の名刀じゃ。ああ、そうですか。ところが昨夜、深くにも小塚を盗まれてな。おお、そう言われれば小塚がありませんな。うん。誰に盗まれたんですか。ここの娘の弟と申すやつじゃ。あ、ひよこです。あいつならそのくらいのことはありかねん。いや、このことがもし、万一殿のお耳にでも入れば、いや、切腹は免れん。腹を切るんですか。うん、それは大変ですな。いや、もうそれで言わっとんのじゃ。うん、言われましたな。うん。次に下村さん。うん。あんた、おいくつでしたかな。歳か。うん。今年、53だ。53。ああ、人生は50年と言いますな。人間53まで生きれば、出来のいい方ですよ。あ、太陽、どんどこ行ったの。では今度は小塚を処理、金と銀で細工はしてございます。さすがお侍の持ち物だけあって、多少商人の持つ品物とはちょいと分けが違う。おがよならこんなところで出さず売りをするような品物ではございませんが、これこそ強いです。泣きの涙で売りに出したこの小塚、まず品物を手に取ってよくご覧くださいまし。はい、大将、せめて三両に売ってくれよ。あんまり大したもんではないな。ではただいま村に入れましたこの小塚、さあいくら、さあいくら、さあかした、さあいくら、さあかした、いくら、さあいくら、えー、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 いくら、いくよ、えー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 、いくよ、から早速連れてきやす。あ、ケントさん頼むよ。はい、さん。有名な人ね。おめえ、本当にシロちゃんってやつ知らねえのか。知らないね、そんな男。今の娘さんの話じゃ、毎晩のようにここに来てたって言うぜ。おめえ知らねえはずはねえと思うんだ。なおさんにあいつのことは知ってるだろうな。何の話してるの。何の話っておめえ、さっきの娘さんが探してたあの白太郎って男のことじゃねえか。あきれた。あんた嫌に気にしてんのね、その男のこと。だってあの娘さんがかわいそうじゃねえか。兄貴、つまりいらっしゃお、なおさん出てきた。なおさん、どこ行ってたんだ。おめえに聞こうと思ってたんだ。おめえ、白ちゃんの男を知らねえか。白太郎って男。白太郎、知ってるのか。
いえ、別にその知ってるってことの中じゃないんですけど。今どこにいるかわからねえか。はい、今どこにあるか。何かあれにご用ですか。何、今そいつの姉さんが心配して訪ねてきた。どうしたの。これよ、瀬戸物立てるがね、今これ脇。よう、将棋屋のあんちゃんだね。あの、お店にいたりした。親方が座ったっていうじゃん。一番やろうじゃねえか。もう一度、将棋盤持ってこい。冗談言ってくれ。え、親方。じゃあ、行ってみますね。お疲れ様です。まあまあ、待てよ。え、おめえに聞くとわかるだろう。もしや、おめえ、シロちゃんってやつ。え、シロ太郎って。え、シロ太郎。シロ。やれちゃ、からかっちゃいけねえやん。何シロ太郎って男は、じゃあ、遊んじゃない。ごめんなさい。どこ、おめ何してるんだよ。お兄さん、俺はヒロコじゃねえぜ。俺の名前は直次郎ってんだ。覚えておいてくれ。隠し立てをするとためだなんと。だっていくら探してもいないもの。うん、いないでは済まされ。そんなことで都内の申し訳をできますか。もうこの上は南の町奉行よ、わしから直々に訴え、この女の弟を捕まえてみせる。田村さん、あんたのようにそう慌てなくてもいいと思うな。今夜にでも帰ってくると思いますから。せめてもう 2,3 日だけ待ってみて、それで知れなければ仕方がありません。まあ、その時は、身に押しを伝えるなり、腹を切るなり、なすってはいかがですな。よろし、二三日待とう。他ならん金子さんのおっしゃることだ。待ってくれますか。いや、さすが北村さんだ。ありがとうございます。きっと小塚を探します。その代わり、3日経ってまだ小塚の帰らぬ時は、町奉行へ訴えますぞ、金子さん。今の南町奉行は誰でしたね。さあ、加藤さんだと思いましたな。お、そうだ、加藤だったな。お、ご存知ですか。三度会ったことがある。加藤なんと言ったかな、あいつは。清正でしょう。おう、そうだ、加藤清。とにかく、3日経っても、小塚の戻らぬときは、町役人が取り調べに来るから、そのつもりでいなさい。何、表沙汰にすればやっこさん首が危ないんですからね。いや、めったに奉行所に届けやしませんよ。大丈夫。ん、何かあったんですか。お、武士か。あ、そうだ、私は海苔を買いに来たんだ。お、何だ、海苔だ。今のお茶を言ったあれは何です。ん、いや、何でもないんだよ。海苔さん、何かあったのか。そんな、つまらない、小塚お前有料も出して買うやつないよ。大体もったいないよ。貴様が値をつけたのが悪いんだろ。値をつけたって、俺の財布をつけたのは一両じゃないか。こんなのはね、一両が相場だよ、こんなの。これ、ね、こんなのに有料も出すバカがないよな。わしは十両で買う前に貴様七両に売ると言ったじゃない。それはね、それはおっさんがね、その前に七両って言ったろ。貴様が五両と言うからわしは七両と言ったんじゃない。そんなこと言うけど、お前さんその前に何て言ったい。三両三両って言ったんじゃないか。そもそもわしが二両で買うときに貴様は黙って引っ込んでればいいんじゃないか。貴様が二両に売ると言うから悪いんじゃないか。そのなんだ、大体ね、これは違うだろ。ほら、お前だってそうやねんかい。ほら、なんなんなんで、これこれ、おとといに、ご了承。何、ご苦労様、ご了承。仲の良いご両親は、お口論などなされた。はい。実は、私めがこの小塚を買い求めましたの。小塚。はい。わしも小塚を探している。あ、あの、小塚屋様。うん。では、この小塚はいかがでございますか。実は、本日友達より金20両にて買い求めました。なんだ、20両だわよ。なかなか立派なご立ち物でございます。他ならぬご重役様のことでございまするから、買い求めましたる金20両にてお譲りいたしてもよろしゅうございますが。いや、わしの探している小塚はこんな安物と。およ、あ、何が。なるほど、お気に召しましたか。まがい物のここまで来ると、いや、立派なもんだ。本物と変わらん。どこで手に入れたの。ほれ、あ、そうだ。いえ、実は私の友達が家の宝といたしておりました大切な品物でございます。もちろん偽物ではあるが、しかしなかなかよくできている。わしじゃからこれ偽物と見抜いたが、素人には全然わからんね。はい。
ご敬願のほど恐れ入ります。おいくらと申したの？金20両でございます。よろし、30両で買いましょう。え、あのご重役様が30両。いかにも30両で買いましょう。その代わり、これが偽物であることを誰にも言うなよ。はい、承知いたしましてございます。いいんですよ。何払わなくたってよろしい。どっちみちわしの懐指たいちもんだって入るわけじゃない。よし、親分に言うなよ。じゃあ、お前さん、さよなら。何だ、今日お前と来たおけ、あれ一体何だよ。何でもありません。俺、500人に訴えるとか言ったよ。また死のこないと何かひでかしたんだろ。あの世にも困ったもんだね。あんたに尋ねたいことがあるのよ。尋ねたいのってなんだよ。実はこの頃、シロちゃんちっともうちに帰ってこないの。そうかい。ほら、今日シロのヒロコに会ったよ。え、ほんと？行けってこのところにと、やっぱりあの坊主の家にあるんだよ。シロコのやつ、その変な坊主来るんだってやんだよ。入ったよ。今度はこんなところに店出していたのか。じゃあ俺もまだ今日一杯ごちそうになろう。ジョギア、今夜店を出さねえのな。あなた、油断はしてきちゃ買わねえぜよ。おいら、次は僕です。あなた、おいら。こんな一人で大変だね。ヒロちゃん、子供の時それはおとなしくていい子でしたね。そうかい。お父さんまだ帰ってこないのか。困ったもんだね。どうして火災に暮らしてくれないんでしょうね。帰ったら一つしんみり意見してやるんだね。私きっとお友達が悪いのだろうと思いますが。そりゃそうだ。ではあんたの弟は毎晩のように俺のところの2階に来るそうだな。よくないもんだ。俺の口から言うのおかしいが、あそこはまともな人間の来るところじゃねえ。お願いですから、ひろちゃんを返していただけません。あの子生まれつき人がよくて、ひろいはとてもあなた方のお仲間になれるような立ちではございません。そりゃそうだろう。あんたの弟だ。およそ俺たちとは縁の遠い立ちの違いだ。ひろちゃんを返してくださいね。お願いしますわ。あたしのたった一人の弟です。変だね、お前。どうやら俺が弟さんを知ってて返さないような気づきだ。おい、親方、そんな子供をくどくなよ。なんだと？よし、これだな。おい、フロントから50両の金を巻き上げたのはお前だろ。それならどうした。いい度胸だ。向こうまで手がかしてもらおう。姫だ、今の話が気になるが、俺はこのお侍とちょっと話をしてくるから、後でゆっくり行ってしよう。どこ行くの。いや、おなみさん、来たいかんぞ。すぐに戻ってくる。おい、これやろう。これ持ってろ。頼むし、心配するな。なんだ、おめえ片足が短えな。バカ野郎、この片足に名前だけだ。気の悪いやつを相手にするのが大人げないな。その代わり腕はしっかりしてるから安心しろ。行くぞ。お、おめえ。いや、大丈夫、心配することない。危ないから寄っていか。そっち行ってこっち。危ないから先行って。あ、行くぞ。どうした？今日切ったね。釣りさえいけねえ。おい、喧嘩は中止だ。よし。水水はねえか。あ、いないから、死ぬ水を買ってこい。あ、玉の油に飛ばし。玉の油！あら、邪魔だよ。あんなもん全然来ちゃいけねえ。バカ野郎、なんだって金、君なんて売ってるんだ。いいから、早く買ってこい。早く買ってこい。
こなりになったんですうちははじめ森田屋の一家あんまり評判良くないからな。あの奴の金ならいくら取ったって構わんよ。お前森田屋の用心棒だろ。うん、他にすることはないからな。そうかな、お前ほどの腕で。俺ほどの腕って俺の腕知ってるのか。その長いのをスラリとないた手際には俺は少々驚いたよ。そうだろう、俺も驚いた。いや、この刀買ってから二月になるのだが、抜くのは今日が初めてだ。我ながらよく抜けたもんだと思って実に驚いたよ。ああ、切れたようだ。あ、おなりさん、もう一杯。水野さん、さっきの話を聞こうじゃないか。弟、俺はどうしたって。ひろちゃんに聞きましたの。この頃ひろちゃん、いつもあなたと一緒にいるって。俺と一緒にいるのはなおって野郎だが、どういやなおの野郎おかしいぞ。こちらの親方、甘酒が好きだった気がするんですね。親方、甘酒がお好きだったね。うちの人甘酒を飲むの。それごろじろ、何もかも知ってるようでいて知らねえのがこの道の常と言いましたね。飲みだして。なんだって。いえ、甘酒が雨ってんで。何も姉さんぞ、怒らなくたって。ケンさん、そうしとおしゃらかすもんじゃないよ。私はね、これでもお前さんには随分親切にしてるつもりなんだけど、もっと素直に物は言えないもんかね。そう、無理になられちゃ、なおさらあっちも話が聞きにくいな。ほら、この間、ヒロってのを訪ねてきた娘だったでしょ。あれが甘酒屋の娘でした。ね、こんなことは親方に言っちゃいけないんで。これはもう、僕なりの密密って話なんですが、親方が飼いなってるナオってやつは、本当はあの娘の弟で、ヒロってんだ。ヒロ太郎ってんだ。何、心配することはねえさ。こちらの親方に頼めば二つ返事だ。ちょっと待っててくれ。あ、ケンさん、こんばんは。こんばんは。早く言うかい。親方、留守だぜ。あ、あれだ。あれだ、また来ます。すみません、今夜泊めてもらわないでしょうか。なおさん、ご無理申して、すみません。お断りしますよ。お断りますよ。もっと、お前さん、ひろたろってのは本当の名だってね。すみません。すみません。せっかくここを何だよ帰ってサバサバと諦めやすいといいんだよ。この親方がいるとよく飛んだがな。どうしようね。ぼっちゃん、私も覚悟を決めました。覚悟決めたって。みっちゃん、お前死ぬつもりなのかい。ええ、どうせ生きていても、のぞみの場合体ですし。よし、俺も死のう。ヒロちゃん、何言ってんの。何、いいんだよ、どうせ生きてたって証明は俺だ。みっちゃん、一緒に死のう。いいけません、あなたを殺しておく。何かに申し訳ありません。いいんだよ、姉さんなんかいいんだよ。今帰ったぜ。帰ったぜ。ああ、遠慮しねえでずっと言ってくれ。ああ、汚ねえところだが、まあ、我慢してもらって付き合いの印に行ってやるときよ。おふみちゃん、なんか見繕ってくれ。この人はな、今そこの夜店で知り合いになった人なんだ。ああ、かけて。ありがとう。ノオはまだ帰らねえか。ノオさん、うん、こいつにちょっと用があるんだわ。ノオさんにね。そりゃそうですよ。おう、おめっこい来て挨拶しろよ。いや、おかしなやつだな。ちょっと待って。早く行ったよ、どろ。
白太郎。なおさんは白太郎って言うんですよ。ね、よく知ってるんだね。でもないもんだ。私はね、お前さんが甘酒を知ったら知らなかったよ。うん。甘酒はどうした？知らばっくれないからにしたらどう？甘酒は好きな好きで結構ですよ。誰かに抱きつけられやがったな。そう、面白くもない。なおのあれさんってこの間の娘さんですよ。あんな自分みたいなやつ。何をやるんで、てめえはさっきからそんな了見で口を聞いていたのか。せっかくだな、一旦出かけるとしよう。そう、姉子の気分が悪いようだし、わしの方はなんだ。何を言うんだ、一旦。お前さんには気の毒だが、どっかへ菓子を変えて飲み直そう。お前さん、どこへ行くの。うれ、こちらも天下の時期間だ。おや、お前さんはこの間の人だね。お入りなさいよ。いつもお邪魔にあってすいません。いいえ、何かよ。あの、河内山様はお味でございますよ。おや、うちの人に用があるんですか。いつもお世話になっています。弟の広太郎のことで今朝来るようにとおっしゃいましたので。ああ、そう、奈緒さんって言うんだね。今時の若い人って本当にずうずうしいもんだ。家でも来たことはしたんだわね。あの、広ちゃん来ましたか。若い人を連れて熊手くれてきたんだわ。うちの人も留守だったし。それで、広ちゃんどうしました。どうしたのかね。うちの人は夕べから帰ってこないし。あの、河内山様お留守でございます。お前さんのとこにいるんだろ。エンさん、ガンゴの女の子って虫も殺さないような顔してるけど、なかなか隅に置けないもんね。本当ですよ。ちょっと見ると子供みてえで、そのくせ大の男を手玉に取るんだから、女なんて魔物でさ。それで池シャーシャーと私のところにからかいに来るんだからね。怖いよな、モルさん。姉さんは人がいいから黙っていながらな。私だってね、女だからあんまりいい気持ちはしないよ。姉さん、すげえ腕だね。ジェンさん。え？その子にあんまり相手になると、うちの人に叱られるよ。なるほど、親方にね。おじさん、わかり伊勢がいいな。何が伊勢がいいもんか。朝っぱらからおめえ縁起のいいのにお目にかかって震え上がってるんだぜ。おお、何かあったのかい。おっかところの騒ぎじゃねえよ。俺らの土台もんよ。俺らの土台もん。うん、アイランの土台もんか。うん、じゃあ一つ、オイランの土台もんのためにって行こうか。はぁ、オイランの土台もんのために。俺がとっさんの前だが、すげえほど綺麗な女だ。うん、俺はこう出し上げた時、たくさん言われが出たね。はぁ、神獣だな。神獣の片割れのためにって言うか。神獣の片割れのため。いつ帰ってきたの？ひろちゃん、あんたどこに行ってたの？私どんな人あったら知れないね。ねえ、ひろちゃん、少しは姉さんの気持ちにもなってくれたらどう？あ、どうしたの？すみませんね。なあ、こっちだ。おいよ。おい、おなみだ。おなみだ。見えるかな。でも、どうしてる。どう。いつなったんですか。そう。おなみだ。記録は消してんだろ。うん。そんなじゃねえんだな。うん。あの、なんかひろ太郎が。他のことじゃねえんだ。記録が大丈夫ってことをしやがったんだ。そうだよな、消してるだろ。そういったところで始まらねえんだぜ。うん。弟はこの頃、ちっともうちに乗りつきません。
何か拾ったのが。俺の身請けした道取りという女を連れて逃げ出しやがったんだ。小僧上がりの城にそんなことをされちゃ俺の面が立たぬ。おい、おなみさん、おめえだってうちの親分のおかげでその死の暮らしが立ってるんだ。そのご恩を忘れて恩をあざで返すような真似したヒロはな、見つかり次第腕一本足一本へし折られるんだ。なお優しいことだ。おい、うし、よせよせ、女にすごまんこう言ったところで始まらねえ。お、ゆずめだ、本当にヒロは帰ってこねえんだな。はい、あの親分様、弟は帰ってきました。どんなことでもお詫びをさせますから。おめえ、さっきからお詫びるとか勘弁してくれとか言ってるが、三つ年という女には300両という金がかかっているんだぜ。300両だ。どうだ、金の工面がつくか。それにね、え、なんとかなりそうじゃねえか。なるほどね。なぜだって。おい、おなみさん、300両といや大金だ。おめえ、とっくりと自分で自分の体に相談してみねえ。もし金ができねえやなら、うちの親分のところに相談しねえ。うちの親分は自分の芸は下なんだぜ。ごめんねえ。
なるほど。どうも大層召し上がりましたな。いやー、食ったなぁ。飲みも飲んだな。鬼の粉筋より長いの。あ、驚きました。昭和の店が始まりまして以来のお客さんでございます。それにしては安いな。自由にいるお茶にいるか。いい、さようでございます。ありがとうございます。しかし、ステージ、金がない。借りておくぞ。ここじゃダメ。いや、真剣だ。これ、なおとは困ります。では、俺の家まで一緒に行く。行くか。はい。どうだいった、うん、どっかで一杯やろう。うん、そうだな。ご冗談で。旦那、お前の方のお感じを一つお付けになって。心配するな。貴様も一緒に飲め。はい。どっかでやろう。いや、待て待て。いや、私はいくら飲んだって金払うのだからな。はあ、いや、どこで飲んだって同じことは、あんまり森戸屋の方へ帰らんと、君が心配だからな。じゃあ私一度帰ってくるわ。じゃあまた改めて飲みな。じゃあまた飲みな。おい、うちの真ん所はおかん盛りと来てるから、払うか払わないか責任は持てないぞ。え、旦那。来てまいりました。ご苦労。あれさん、この前お借りして、どうもありがとうございます。大層な景色だね、健太さん。そう見くびったまではだぜ。北の風が吹きゃ、南の風も吹きやすいので。あの後ろを叩き打ったんだね。まあね、ご手入れに上がれよ。これ、昼のやつにかなわたしてました。やっぱりそうだね。あれだ、このことは、親方ではなしですよ。うん、わかってる。じゃあ、あれだ、また参れ。あれだ、小野田決定だね。あら、お帰りなさい。あれだ、あれさんが最初、興奮出したで。お帰りなさい。随分心配してたんですよ。待ってみよう。お前さん、どういうの来てんの。まだまだ、俺の後からくっついてきたんだ。お前って何、ヘンマだ。あなたね、ヘンマだ。どうも、恐れにあって、あいすみません、ご入会しますよ。本当にすみませんね、こんなところまで足運ばせて。はい、ありがとうございます。12時はリーブ行ってない。それはね、お前さんのお出しだ。あ、そうですか、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。ごめんごめん、さよなら。うちの間のところ、だいぶ風向きが変わってきやったな。勝手なようだが、それだけはちゃんと心得ててもらわねえと困るんだがね。あ、心得ておきましょう。わし抜きはこうして、大勢の人間買ってあるが、一人だって無駄飯を食うやつはありゃしねえ。ああ、無駄飯をね。はあ、そうですか。一つ先生に使いに行ってもらえてんだがね。あ、どうだった。用が済んだら早く行ってもらいたいんだ。我慢が我慢。いや、わかりました。そして、使いと言いますと、おなみと言ってもらう。そう、おなみさんのことですか。いや、いいですな、おなみさんのとこなら。おりたいから来たが、昨日約束した300両の金をもらえていってね。え、親分、もう一度お尋ねしますが、今何とかおっしゃいましたな。300両の金をもらってくれて言ってるんだ。300両。世の中をすることはねえじゃねえ。お姉さんは金を取ってくれば、それでいいんだ。親分、ちょっと伺いますが、300両の金というのは、一体どのくらい集まったら300両になるんでしょう。三文五文の甘酒を売ってるおなみさんのところに、そんな金がありますかな。いくら親分の言いつけても、これだけはそれに行こうか、ほらしいことなんですよ。いや、行くぞ。わしにごめんなんだろ。なんだお前は。小遣いを返せ、小遣いを。わしの生命にもかかる小遣いだ。このクレドンか。まだあんなこと言ってるんだよ。いやいや、この。わしはな、怒りたいけれども、怒らんぞ。な、頼む。この度、兄貴、退屈。おかしくて、あんなもんいつまで持っていられますって。あ、もう、北村さん。あ、金子さんですか。どうしたんですか。どうもこうもない。恐るべきことだい。物の価値のわからんということは、実に罪悪ですな。はは。そもそも、これはですが、殿より廃業の一腰、もらったといえ、いつ返せというかわからんですからな。さよさよ。殿様というやつは、叩くこともないんでね。機嫌のいいときは物をくれたがるし、そうかと思うと、すぐ返してくれるよ。そうですよ、そうですよ。そして、いつ腹を切りますか。いや、金子さん、友達の様子見て、あの子さんを一つ
説得してくれませんかね。おい、ひろぼう。わしはあまり人に説教はできんほうだが、おのおのそうならどうかと思うな。それから失礼そのはいかんな。うん、返してはね。持ってませんよ、あんなもの。どうしたんだ。スリーチ売ってしまいました。何、売ってしまった。なんだ、売ってしまったのか。それじゃどうも仕方がないな。北村さん、いよいよこれですな。いや、実はね、ここだけの話ですが、この代わりの品を見つけましたね。お、代わりの品、もちろん偽物ではありますがね。何、ひろさんには鑑定がつきませんからな。なるほどね、便利なものがありましたな。いや、しかし、本物に越したことはありませんがね。まあまあ、腹切りだけはどうやらごまかせますからな。うん。あ、ごめん。いや、ごめん。森田屋の親方が300両をもらってこいと言ったんだが、お前何か姉さんから聞いていなかったのか。それです、それを持ってんだ。なんだ、どうして300両を森田屋に渡すんだ。ごめん、ひろこ、何か訳があるんだろ。ん、おい、なぜ黙ってるんだ。お姉さんどうしたんだ。姉さんどこにいるんだ。はい、あ、すぐに俺の顔見ろ。貴様、はっきり物が言えないほど少年を伝ってるのか。先生、ごめんなさい。姉さんは私のために夕べ身売りをしました。なんだ、身売りした。どこ行ったんだ。よくわかりませんけど、何でも稲荷おこしをとったの。稲荷おこしを。じゃあ、高知山のうちの近所じゃない。大丈夫ですかね。何が大丈夫で。何がって、金子先生のことですよ。本当のあんたは知ってみようですね。何色気づいてやんな。あんなのは取り出す始末はあるようですよ。出かけたのは昼前ですよ。もうやがて日が暮れます。そうだな。今日も少し遅すぎるな。だから言わねえこっちゃねえんですよ。出かけるときから嫌な顔してましたね。ひょっとすると野郎、金持って逃げやったかな。あんた、本当に熊に好きなの。うん、行くとも。あの山の中じゃ嫌でもうても二人きりよ。五年には及ばねえ。下佐軍だりまで落ち延びるようじゃ、高知山も不運のせいだ。おい、来た。あ、来たか。いつはどうした。あ、ちょうどよかった。いつは、おめえよく首にならなかったな。首は助かったんだね。そう、失礼だ。どうしたんだ。どうした。おなみさんいなくなったんだ。どうした。身売りだ。身売りをしたって。身売りしたって。うん。じゃあ、わけは後で話すな。その身売りをした先が、その近所の稲荷おこしを出すんだ。お前さん何か心当たりない。稲荷おこしで、うん、待てよ、どこだろうな、この辺でそんな関与してる。わかった、わかった。無罪の賢者だ。あの野郎、前言の手先みたいな代物なんだ。一緒に行こう。お前さん、こっち入ってこない。どうしたのなんだ。とにかく2階上がって、こうやって話を。分かってくれ。2階上がってます。大変じゃない。今日は誰も2階上げちゃいけねえぞ。おめえの姉さんってらいい人な。あ、立てよ、うるつな。え、6両ですか。この証文には300両って書いてありますよ。それは証文ずらのことだよ。どうってと。分からんでな。おめえはまだ世間のこと知らねえからそんなこと言うんだよ。ありがとうございますって受け取ってきゃされていいんだよ。そんなバカなことありません。私は嫌です。まあいいや、じゃあ話は後ですよな。とにかく一生も名前書けな。ごめんよ。お、ヒロだろ。おや、ヒロいます。え、ヒロ、逃げ寄ったって逃げられないしねえんだぜ。てめえ、よくもミツルを殺したな。死んだ女に未練はあるやつに、昨日もおなみに話した通り300両の耳を揃えてもらおうか。おい、ケンタさん、お前300円親分に渡してくれ。何言うんだ、お前。100円でいいんじゃないか。ほんと、ケンタ。てめえ、こんなところに何しに来てんだ。これは、森田屋の親分さんで。おい、ケンタさん。お前300円の証文、この通り出してるんじゃないか。あんまり人ばかりすんなよ。あ、森田屋の親分。こいつを見てください。お前が身売りをしたの。誰が身売りさせたんだ。お前さんが姉さんを責めたばっかりだ。とにかく300両の金はこの人から受け取ってください。
おい、ヒロ、ちょっと待て。ヒロ、二人ともに押しやがって。おとるめえじゃねえ。てめえにこんな勝手な真似をされたまるもんか。そして、おなみはどこにいるんだ。え、まだ足の位置あるんですが。高いも敵は500や600になろうって玉だ。よし、で、てめえこれから行って、おなみは俺の家に連れてこい。え、シュワちゃん、ちゃん、おい、ケンタ、え、来い。304歳あれは身売りをしなくても済むからな。で、その300両は俺が引き入れた。何、決定することはねえか。その金の工面なら、わしが片方担ぐもんじゃない。で、何か心当たりがあるのか。引き落とって、こうというところもねえか。そう。実はな、俺は300や500の金なら、少し考えていることがある。で、びっくりするもんだ。いいよ。おい、どうした？馬にあそこにいるんだよ。じゃあ、ここまでいない。コジ、あっちの時間が変わりなんだ。わかるのかな、それ。え、知らないか、それだけ。じゃあ、行ってみた。え、お前の、あなたに。え、一人でやった。こんなすごい。もう、そうだしね。ほんと逃げられた。逃げられたまるもんだ。じゃあ、あなたよ。素晴らしいやな。本当だっけ。本当に。あ、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 本当に。今、どこから来たんだ。よかったな。あ、先に言う。じゃあ、ここから動いてるんだ。じゃあ、わしはそのつもりで世話してね。待ってみ。おひる、おめえそこにいくらだ。いくらってお前さん。給料もあればいいんだ。だってお前さん、金も出るお金あるんだよ。分かってる。明日になれ、金の出来で当てがある。これで段取り。うん。数はできてる。どう転んだところで、首が危ねえ仕事だ。わしはな、これで人間になったような気がするよ。わしはな、今まで無駄飯ばっかり食った男だったな。それがだ、今度はそうじゃないだろう。そのために喜んで死ねるような人間、一人前じゃないかな。明日の晩は旅に出るんだ。おめえもそのつもりで支度してくれ。ええ。家どうかしたのか。いや、どうもしやしないよ。ええ、でもいよいよ今日は明日だ。どうぞ。お名残に取らずまた来ようか。ほら、ひょっとすると明日まで帰らないかもしれない。二階の娘さんのことはおめえに頼んだで。二階、明日はおめえと二人で旅に出るんだ。おみは逃げた？ええ。どこへ逃げたか皆目わけわからないってんで、センターの野郎の慌てやったらあれやんじゃねえや。バカ野郎め。いい加減しろい。まるで人ごとのように話をしやがる。聞いてる俺の身になってみろ。あいつに逃げられちゃ元も子も友達だ。そうですね。何？おいよ、明日探してみます。当たり前だ。明日の朝までお波を連れてこい。え、みんな、武士と一緒に手を挙げて探してこい。おい、みんな手貸してね。やぶん。やぶん、されたまねをしはるとしょしねえだ。姉さんはどこにいるんです。姉さんを返してください。お波を返してくれ。俺の子で来てくれた。おやぶん、姉どこにいるか知らねえのか。お願いですから、そんないい加減なことやないで姉さんを返してください。せやろだ。牛、誰かいねえか。おや、え、どうしようか。え、口を痛くならやすよ。だって足の顔が丸すぐるさ。姉ちゃん、帰ってきてくれ。私、すぐ後から行くからね。行ってまいります。誰だ、行ってないよ。
品川の相模屋の中だから、いい玉が出ましたからって300で受け取ってきたでしょ。今夜はこれ約束でね。それが工事。姉さんのメーターが足の先が行ってどこにあるやつ。まるでのっぱら引きずり逃がしたようなもんで、どこを探したって、金も姿も荒波の泣きの涙でさ。わっ、どうした、これやってないんだよ。そうっすか、じゃあ2階でちょっと待たせてもらえ。いけないよ、2階であれ曲げちゃいけないって、親方が言われてるんだからね。そうっすか、若いって言うてんですね。2階に何かあるんですか。あれさ、もしや2階に。私はね、突破入りしてくるから、ケントさん、留守を頼んで。一ノ瀬さんは落としてんだから、2階に入っちゃいけない。2階に入っちゃいけないよ。会として道会殿にはご苦労に存じます。出雲の神へ御用の向きをお仰せくださいます。宮のお使いと申すのは与の木でもございます。突然ながら出雲の神様ご主人の小塚を拝見いたしとうございます。小塚でございます。小塚はい、いやいや、節操の拝見いたしたいのはそのような小塚ではございます。当家の長方後藤雄城の小塚です。昔当家のご先代が将軍家より拝領いたされました。あの小塚何とぞ拝見いたしたい。実は上野の宮が先日たるところでお求めなされた小塚がやはり後藤雄城の名作です。ふとしたことから上様がご覧になり、それは先年出雲の神に使わした小塚に瓜二つじゃと仰せられました。がしかしその小塚は天下に二つないという名作。では二つない小塚は二つあったと申されますか。不思議なこともあるものでございます。失礼ながら、おそらく上野の宮様のお求めになった小塚が偽物でございましょう。あよ、後藤家にその小塚がござればな。何と言われる。ではこの出雲の神がその小塚を紛失したとでも申されるのか。いやいや、それ多くも上様より頂戴いたされた小塚、滅多に紛失などいたされるはずはござるな。天下に二つとないという小塚が二つ出てまいるはずもござる。じい、そっちは知らんかな。那須っていうのが昔将軍家から頂戴された小塚があったな。はい、後藤雄城の名作だ。軍事長に向こうには持ってまいれ。これは確か天君様が田村大膳殿に交わされましてございます。大膳に、これ大膳を呼べ。この小塚が偽物であることは誰にも言ってないだろうな。誰にも言うなよ。これと那須父上が将軍家から頂戴された後藤雄城の名作。なるほど。世には二つとない小塚。なるほど。ご師匠、お間違いはございますまいな。なるほど、よく似ておりますな。出雲の神で無人は知らず、この道会の眼は眩ませませんぞ。
何と申せなんだ。この小塚は後藤雄城の客ではござらんぞ。ご師匠には何を証拠にさようなことを申さる。この小塚はよくできている。ほとんど本物もそっくり。しかし偽物は偽物、出雲の風。このところをよくご覧なさい。浮き差しならぬはここのところだ。本物の小塚なら。ご師匠、しばらく、しばらくお待ちくださいませ。何者じゃ。それがし当家の家老、北村大膳と申す者。その大膳が何の御用。失礼ながら、この小塚は千君様が将軍家よりご配慮の小塚に相違ございません。決して偽物ではございません。何と。決して偽物ではございません。大膳は知っていたのか。は、大膳、でもこの小塚は。はい、とれも、なぜそのことを早く申さんのだ。出雲の神と配慮の小塚紛失いたせしことを上様のお耳に入れば、ただこのままでは済まされませぬぞ。拙僧を直ちに差し返って、上野の宮へこのことをちょっと思いましたが、邪魔なところへ北村大膳。何とぞ、ご師匠より上野の宮へよろしくお伝えくださるようお願いを申し上げます。出雲の神と、この小塚は確かに上様より配慮をいたされたものに相違ござらん。さすがに天下に二つとない後藤雄城の名作、立派なものと上野の宮へ申し上げることにいたしましょう。ありがたきお姫。大膳、愛なるべくは山吹のお茶が頂戴いたし。これ。
2階の娘がいないようだが、どうしたさっき、奈緒さん人連れてきましたね。奈緒が連れてきた他の人じゃないし、奈緒さんだから大丈夫だろうと思って。もう、どこ行ってますさっき、仮にあいつのうちに寄ったんだが、誰もいなかったで。早く金渡してやりてんだが。それであんた、あの子の目受けの金はできたの金はできたが、ちっとばかり身の回りが危なくなってる。ねえ、お前さん、さっき役人が訪ねてきたんですよ。どうしたのおばあ、おばあ、誰だ。へい、堀田一家のことなんだ。どうか、ここを開けなくて。おばあ、おばあ、火はしていませんか。それで俺たちも今、白太郎を探しているんだ。いや、火はしていないんですよ。白がどうかしたのか。知らんんですね。親方はやらなかったんです。何、無理だよ。親方、お願いしてきますよ。火の人を変に隠してやってました。お前さんたまによくありませんで。お願いします。お願いします。それで、待ってるから、みんな他を探してね。よし。奈緒はどこ行くとも言わなかったのか。ええ。なんとも知ってませんでしたよ。一旦聞いたから。え、ひろっ！姉さんおりませんか。私姉さんおりませんか。森田は私がばらしました。だから姉さんにもう心配はいらないってそうおっしゃってください。お世話になりました。私はです。待て待て、おなみさんはおめえが連れてきたんじゃねえのか。なんですって。私は姉さんを探しているんです。探してる。おめえさん行くんですか。私知りませんよ。どこ行かれて。知らない。知りませんよ。いつの間に亡くなったんだろう。なってやった俺の気持ちが分からねえのか。ナミさんどこ行か来た。言わねえか。なんであんな子供みたいなやつに掘りやがって。何よ。えおっ、おしい、開けるぞ。おい、開けねえ。おい、おい、なんだよお前さんたちや。おめえさんで言わねえんだ。白の野郎が来てるはずだ。そこ抜け。やだ。お前さんたちを一歩だと気に入れないよ。強情なもんだな。やい、ヒロ、てめえも男なら表に出てこい。よし、今出て行ってやる。あれが耳にとてもないから立ち上げろ。おい、待て。バカ。お前、その苦労じゃ分からない。お前が死んだら、お前さんはどうなると思ってるんだ。立ち上げろ。おい、こいつ山の若田。ヒロを出さねえと、かわいそうだが、あれさんの命がねえぜ。よし、待ってて。待ってて。お土産じゃなしきれだ。待ってて。今あれさんを見殺ししたら俺を音がするんだ。あっ、殺せねえ。えみてえな大人生の男がしたらもねえもん。目なんぞよけどのキョロ虫だ。逃げて縁にしてのおまざけでも飲めちゃう。おい、早く開けろ、早く。こっちはの親方、早く死ねえとあれさんの命が危ねえぜ。いつだ。だってお前、いいからおめえは城を連れて逃げてくる。お前は根元を取りだ。それでお前気がするのか。いいからここはわしに任せといてもらいたい。いっさん、嫌なことだが、あいつは俺の女房だ。高知山の女房だ。いや、わしは続け。いや、いいわ、心配すんな。わしは続けるか、いい。はい、さあ、早く逃げてくる。こいつのことは頼むかね。いや、しかしお前、あれもあの、いいから、こいつのことは俺に任せて。早く逃げてくる。お前、こっちのことは誰かこいつが危ないしな。早く逃げてくる。じゃあ、しまったら、私は行く。あと、さあ、早く逃げてくる。
石津。おなみさんは。おなみさんどこにやった。おなみさんは品川の相模屋。健太が連れて行きました。品川の相模屋。潮時に取り残されると恥が多いというかな。よし、おる。早く逃げてくれ。よし、逃げよう。Thank you.